はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、愛知県の中学校でですね、えー、学習用タブレットですね、盗撮をしたんですけど、えー、学校の先生の犯行じゃない、ないらしいので、えー、そうですね、47都道府県盗撮の旅はちょっとここは、愛知県は、まだってことで、えー、で、まあ、えー、ね、中学校で、 の盗撮で、中学、中一のですね、男子の犯行らしいんで、うーん、ちょっとよくわかんないですけどね、無罪のかの、無罪なのかな、みたいな。何もなかったかのような感じになるのかなちょっとよくわかんないですけどね、あの、その、中学生のあの、勉強の出来次第みたいなところがあるのかな、ところで。はい、今度ですね、あ、今度愛知県なんだと思って、その、 愛、愛知県なんだとかって見てたらですね、あの、愛知県は学校の先生じゃない、ないそうで、えー、んなんかタブレットをですね、設定して動画を撮れるようにして、女子が着替えて、みたいな感じの話があって、で、えーまあ、犯人がですね、中1の子ってことなんで、これ、 これ多分、あれなんですよ。何回かや、か何回かやって、ええー、何回か、何回か撮影してですね、で、何回か目に、あの、バレちゃったっていうことなんで、あの、うーん、そうですね。あの、洞察がバレるのはですね、もうほんと氷山の一角、100回に1回バレるぐらいの、 可能性なのかなっていうようなお話をですね、してる方がおられましたよってことで。で、まあ、えー、中学、中一の男子なんでね、まあ、懲戒免職もないし、あの、警察も動かないですし、えー、そうですね、まあ、あのー、えー、まあ、学校の先生とかがですね、ダメだじゃない、ダメじゃないかって言うぐらいで、 終わる、終わるのかなで、ええー、普通はですね、あの、何かしらの罰があ,あってしかるべきなところなのかなとはもう思うんですけど、あの、そうですね、ま、 一般的にはですね、こんな感じのこう、無茶をする生徒はですね、勉強ができないとかですね、そういうケースが多いんで、あの、そうですね、あの、うーん、なんかいい進学ができないとか、そういうのがですね、内申点がちょっと悪いとかですね、そういう感じの罰があるぐらいで、罰らしい罰はないんですね。おそらくですけど。 なんで、その、もしですね、この生徒がですね、勉強がものすごくできたらですね、えー、もうほんとむな、全くの無傷で、あの、まあ、女子中学生の方々がですね、えっ、ー、と、動画を撮られてることになるってことでね。で、まあ、一人が撮ればですね、みんなで見れる、とかね、言ってた人がいたんですよ。ちょっと待ってよ。ちょっと見ていきますね。 はい、ええー、よくわからなかったですけどね。えっ、ー、と、一人が見て、撮ってですね、あの、みんなで見れば、その、その子はですね、ヒーローなわけで、で、まあ、えー、いじめられっ子がですね、あの、いけにとして、あの、盗撮をさせられて、それをみんなで見るとかですね、そういう可能性もあるんで、はーい。で、なんか、 そうですね。学習用端末みたいなのがですね。あの、いい加減ジャップランドでもですね。あの、一般的になってきてるのかなというところで。えー、まあ、3期の話だとカメラがついてるのかなカメラがね、ついてようがついてま、なかろうがですね。やる人はやるんでね。うーん。 そうですね。で、まあ、例えば iPad とかだったらですね、ものすごく高額、高画質に取れちゃったりするのかなってことで。ただですね、あの、一応この、えー、っとですね、普通はですね、なんか自動ポールの製造とかで、まあ学校の先生がですね、これ、これ系やったら、あの、懲戒免職当たり前で、えーうん なんか、裁判になって、えー、どんなもんなのかなあの、懲役、懲役1年半、執行猶予3年ぐらいのですね。まあ、罪には問われ、問われちゃうんで、ただですね、あの、こ今回の方がですね、中学校1年生の方だそうで、まあ、中学校1年でも2年でも3年でも、 えー、高校生でも、小学生でも、いいのかなってとこなんですけど、まあ、ほぼほぼ無罪みたいなところがありまして、で、小学生の低学年の子がやったらですね、もう間違いなく無罪みたいな感じのところになるのかなはい、まあ、えー、私がですね、女の子だったらですね、ビビりまくりますけど、私男なんでまあ、 そんな、対して、あれですけど、まあ、こ、こんな感じでですね、えー、まあ、みんなで使って、みんなで撮って、えー、みんなであの、どれどれって見るようになっちゃうんで、はい、まあ、え取、ー、撮られた女の子からするとですね、まあ、かなりショックなことなんでしょうね。もう、卒業するまでオ,オールゴーをあげるから、 勘弁してあげてって、その代わりあっちの男の子、あの、オール1だから、みたいな、感じにな、なることで長尻を合わせるのかなはい。で、えー、まあ、今回ですね、愛知県、愛知県だそうなので、えー、愛知県観光ですね、するとすれば、なんだこれは。わかんない。これがレゴランドだそうで、ま私興味ないですけどね。 名古屋城。名古屋城と、なんか傘がいっぱいありますね。で、名古屋城はですね、あの、屋根の上にですね、金の車ャ,ャチが乗ってるってことでね、えー、有名なのかな本当に金なのかななんか、車中チの金を盗みに行った人がいたとかいないとか、なんかそんな話もありますよね。で、えー、名古屋の人はですね、あの、 シャチホコを全部金で作ったりはしないんですよ。表面に金色の膜を貼るようなですね、そんな感じの地域の方なんで、なんか盗みに行った方もですね、結構分厚い金だったけど、表面に貼ってあるだけかよみたいな感じで、なんかがっかりしたとかですね。はい、えー、あとはなんかあるのか愛知県は。愛知県観光。これなんだこれ わかんないな。うわ。イルカがいて。はい。<laughs> まあ、愛知県もですね、なかなかそんなに観光するとこはないのかもしれないよってことで、このお城ばっか見てもですね、いや、お城ってやっぱり観光地になるんですね。えー、建て替えてあり、あるでしょうけど。はい。まあ、今回ですね、えー、大事な部分はですね、 え、女の子が、あの、着替えを、生着替えをですね、撮影されても、相手がですね、えっ、ー、と、同じ中学生だったら、ほぼほぼ無罪、無罪なのかなちょっと、あんまり、内情はあんまり出てきてないですけど、これ新聞の記事になってたこってことはですね、あの、まるまる無罪じゃいかんだろうっていう、とこなんだと思いますよ。あの、 やっぱしっかり罰を与えるぐらいのですね。でも罰になってないんだよな。だって名前も出ないし。はい。まあ、そうですね。まあ、女の子が取られ損なのかなこれは。はい。まあ、今回、えー、学校の先生じゃなかったのでですね、えー。ほぼほぼ無罪ですよってことで。はい。今回は以上です。はい。愛知県、愛知県のですね。えー、47都道府県制覇の夢はですね。また次回に繰り越しってことで。はい。今回は以上です。